レアルマドリードのコバチッチって顔だけ見たら全然上手くなさそうだよね。でおなじみ、レオザフットボールです。さあ始まりましたトークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。ちょっと髪の毛セットするのめんどくさくて帽子かぶっちゃいましたけれども、今日もですね盛りだくさんの内容ですんで早速行ってみたいと思います。まずは、質問からです。こちら、0721タイヤカウヨさん、チェルシーの攻撃についても少し欲しかったですというわけでね、チェルシーが横浜タイヤがスポンサーなんでこのような、名前なんでしょうかね。チェルシーの攻撃ですね。はい、結構語ってたつもりだったんですけどもやっぱりですね僕ペップ好きなんでどうしても、シティ寄りと言いますか、シティ多めになっちゃって、すいません。ただですね、僕のツイートだったり、動画をですねいつも見てくださってる方はレオさん結構最近チェルシーのことばっかり言うよねみたいな風に、思ってくださってる方もいると思うんですよ。そうなんです、チェルシーですねやっぱ3バックになってから面白いですね。やっぱり、まあ、見たことないとまでは、言っちゃいけないのかもしれませんけれども、僕ががっつりねサッカーを見るようになってからあまり見たことがない、パターンサッカーをやっていまして、その3バックのこととかねまあ散々語ってるんですけれども、今回のですねマンチェスターシティ対チェルシー戦やっぱりですね注目になる、攻撃のポイントですね。前回はやはりですねクルトワの、ゲームメイク時ですね前からプレッシングをかけられた時に、クルトワが精度の高いボールを、トテナム戦のようにですねキーパーの位置から蹴り分けられるかっていうところが、大きいっていう話したと思います。まあね語るところはたくさんあるんですけれども、やはり注目してしまうのはウィングバックですね。ウィングバックっていうのはですねこのチェルシーの 3-4-3 のシステムにおいてですね左のマルコス・アロンソ、右のビクター・モーゼスめちゃくちゃ重要な存在になってると思います。このウィングバックがポイントになる、状況を、3つに分けて説明したいと思います。まず1つ目ですね、ビルドアップの時ですね。特に今回の試合ですね3バックに対して、マンチェスターシティの3トップですからどうしてもですね噛み合わせが良くなって、プレスをはめ込まれやすくなる。特にですねチェルシーの、3バックはですね前からプレスをされるのが苦手なケイヒルとか、入っていますので、そういうところでですね、厳しい状況になるかもしれません。そうなるとですねやはり、ボランチだけではなくウィングバックもですね、状況によって下がってきてゲームメイクに参加するといいますか、そのねビルドアップの時のボールの逃げどころに、される状況が出てくると思うんですよ。その時にですね相手のサイドバックのマークを振り切るといいますか、いいタイミングで降りてきてボールを受けて、中に折り返したりですとか、ロングボールをですね逆サイドに蹴ったりですとか、いろんな状況判断だったり、キック精度が必要になってきます。そういったところでウイングバック、まずビルドアップの局面で大事なのが1つ。そしてもう1つが押し込まれた状況ですね、押し込まれるとチェルシーの場合は 3-4-3 が両ウイングバックが下がって、両ウイングも下がって 5-4-1 みたいな形になります。この 5-4-1 の形になりますとその3センターバックがですねこうずれた時にウイングバックがですねサイドバック的な感じでこのセンターバックのポジションのカバーリングに入ることがあります。これがですねちょっとやっぱり元々ねウイングだったり前の選手なんでそこのね意識といいますか、まあ、プレイヤーの特性でモーゼスとかちょっと遅れる傾向がありますね。そういったところを左のウイングノリートだったり、今回ね僕が入ると予想しているデブライネだったり結構ですね抜け目なくついてくるタイプの選手ですので、そういったところできちんと集中力を保ってセンターバックと、連携をし続けられるかどうかっていうのは大事だと思いますし、左のですねマルコス・アロンソはですねサッカーIQが高い、選手でクロスもいいんですけれどもどうしてもですねスピード面に難がある選手ですね。ドリブルの1対1とかで結構抜かれやすかったりですとか、危ないシーンが目立ちます。そうなってくると右に入るスターリングだったりですとか後から出てくるザネだったりですとか、そういったですねスピード系だったりこう抜くのが得意なドリブラーですよね。そこの対応がどうなるのか、それでですねちょっと負けてしまいますと、チェルシーですね後手後手に回らされることもありますし、このねケイヒルとかがカバーリング行って空いたスペースにね中盤からギュンドガンが飛び出していったり、アグエロが抜け目なくついてきたりとかすると思いますので、この辺ですね両ウィングバック押し込まれた状況でも守備すごく大事だと思います。そして押し込んだ状況ですね、攻撃で、チェルシーがですねボールを持って高い位置の攻撃を仕掛けられてる時、こういった時ですね、まあ、前回の動画でも言ったんですけれどもどうしても両ウィングがですね入ってくるじゃないですか。チェルシーの場合両ウィング特にペドロとかが相手の裏にダイアゴナルの動きをしたりですとか、あとアザールなんかは中盤に、下がってきてボールを受けてトップ下のような位置でねパス散らしたりドリブルで仕掛けてシュート打っったりとか、そういうシーンあると思うんですよ。そうなった時にですね、センターバックがそこについていくと中ぽっかり、4バックだと空いてしまいますので、サイドバックが対応します。相手の、マンチェスターシティのサイドバックがそこに対応しますと、どうしてもサイドのスペースっていうのは空きがちになりますので、そこをですね、サイドバックよりも高い位置を取っているウィングバックっていうポジションがチェルシーにはありますので、そのウィングバックの選手が上がっていって、中に切れ込むモーゼスだったり、外から高精度のクロスを上げる、マルコス・アローソだったり、こういった選手の働き、特にですね、クロスの質の問題だったり、パスの質の問題、こういったところでですね、チェルシーの攻撃力変わってくると思いますので、アザールだったりですね、ペドロがすごくですね、マークに厳しくつかれる状況っていうのは、マンチェスターシティ戦想像できますので、そういった時にですね、マークに厳しくつかれる分、空いてくるサイドバックのスペース、そこをですね、チェルシーのウィングバックが使っていけるか、使った上でそこから精度の高いボールを出せるかっていうところが、今回の注目ポイントになります。こういったところでいかがだったでしょうか。それとですね、プレミアリーグですと、僕がですね、一番応援してるのはやっぱりですね、クロップ監督率いるリバプールなんですね。そのリバプールがですね、コーチーニョが、6週間の、離脱というわけで、そんな中でアウェイボーンマス戦。まあ、ボーンマス自体はですね、強豪と言われるチームではないんですけれども、その木曜日の練習ですね、そのトレーニングに不参加だったのが、コーチーニョ、フィルミーノ、マネ、ララーナ、マティップ、スターリッチ、オリギといったですね、こういったレギュラーだったりですとか、まあ、レギュラーの選手が出れない時すぐ出る選手ですとかね、こういったところが不参加ということで、もう主力がね、軒並み不参加なんで、もうね、これどういったことだっていう、もう笑うしかないっていう状況なんですけども、まあ、ここからね、何人かは、フルは厳しいかもしれないけど、出れるかもしれない、フルもいけるのかみたいなね、オリギだったり、ララーナとかマティップとかそういった状況なんですけれども、ここですね、ちょっと山場になってくると思います。プレミアリーグウィンターブレイク、もうないに等しいですし、それにアフリカネーションズカップで、このマネとかは抜けますので、そうなってくるとね、冬の移籍市場、まあ12月、まあコーチーニョの穴を埋め切ってもそこからまた怪我人とかでね、ボロボロになっていくような、気がしますので、この辺でね、噂が上がってるダフードだったり、アズムンだったりとか、その辺をですね、獲得できるかどうかっていうのが、リバプールがね、この優勝戦線に残るかどうかの、重要な、ポイントになってくると思います。今週こちらの試合もね、チェルシーシティ戦に比べると地味ですけれど注目していきましょう。というわけで、今回はタイトルにもありました通り、クラシコ特集、クラシコのマッチプレビューしていきたいと思います。予想スタメン、こちらです。はい、このような予想スタメン僕は、作らせていただきました。ね、ちょっと驚きの、部分もあると思いますけれども、ちょっとね、前回と同じように、注目選手と、そして試合の中でキーになる選手、こちらをですね、各チーム1人ずつ上げていきたいと思います。まず、バルセロナの注目選手ですね。僕はバルセロナの注目選手は、左サイドバックに、入ると予想したユムティティにしました。これですね、アルバが怪我を負いまして、アルバ怪我して復帰して、すぐ怪我して、今シーズンちょっと繰り返していまして、そんな中でちょっとですね、練習も休んでますんで、クラシコ出場はちょっと微妙な状況なんじゃないかと、ピケもやばい状況だったんですけど、ピケはなんとか間に合わせて出てくるだろうっていうのが、まあ、ルイス・エンリケのコメントからもわかる、ちょっと大方の予想なんで、そうなると、ピケはセンターバックに入って、で、マスチェラーノもですね、調子戻してきたんで、そうなると、ミッドウィークの、カップ戦コパデルレイに使ったユムティティっていうのをどこに使うのか、まあ、ディフェンスライン的にね、今回マスチェラーノがですね、今シーズンあまり調子が良くなかった時にユムティティのおかげでなんとかなってた部分があるぐらい、ユムティティ早くバルサにフィットしてくれましたんで、この選手をですね、使わない手はないだろうっていうところで、そうなりますと左サイドバック、本来だったらアルバが出るところなんですけれども、アルバが出れないとなると今度ディニューだと。で、ディニューの方はですね、守備のですね、対人とかでこうバン抜かれることはないんですけど、クロスの時のですね、やっぱり寄せが甘かったりですとか、守備の緩さが目立ったり、あとネイマールとの連携が悪かったりですとか、そういったところでちょっとですね、レアルぐらいの強豪と当たるときにスタメンに出していいのかっていうとちょっと微妙なところなんですね。そうなると、ここで、ユムティティっていう起用はありなんじゃないかなっていうふうに思います。ユムティティ非常にですね、ルイス・エンリケに信頼されてますし、スピードのある選手なんで、右サイドに入ってくるレアル・マドリードのね、バスケスにも対応できますし、あと前回のクラシコですね、ジョルディ・アルバがいる左サイドにクリスティアーノ・ロナウドを、ポジションチェンジで配置して、その高さを生かして、結構ですね、ジョルディ・アルバってやっぱ上背ないんで、結構線の高いヘディング得意な選手が斜めから入ってきて、このね、左からのクロスで勝負されたりとかすると弱い部分ありまして、そこでですね、レアル・マドリードが使ってきたんですよ。なんでそういったところでクリロナが、ジョルディ・アルバサイド、まあ、左から攻めてきてもですね、ユムティティがそこに入った場合、ヘディングの対応で、クリロナにこうがっつりね、勝負できるんじゃないかっていうところで、そういった面も含め含めてユムティティ、ここね、予想スタメン外れても僕はこれがベストだと思っています。まあ、個人的にはラフィーニャ使ってね、左サイドバックで、ネイマールとね、素晴らしい連携を見せてほしいとかいうふうに思ったりもするんですけれども、まあ、そんなね、ギャンブル的な、采配はしないと思いますので、ここはユムティティ守備の面を考えてもすごくいいと思います。スピードすごいあるんでね、アーセナルのベジェリンみたいにサイドバックの位置から、センターバックの裏のケアもしてくれると思いますので、ここユムティティにしました。そして、レアル・マドリードはカゼミロですね。カゼミロ、コバデル・レイで復帰して、90分使われたそうなんですけれども、なんか話によるとあんまりですね、試合感戻ってない、ちょっと、ここでですね、クラシコ使うのはちょっと厳しいんじゃないかっていうようなコンディションに見えたっていう話も聞いてるんですけれども、ただですね、やっぱりカゼミーロがいるこのスペースですね、ここはやっぱりメッシだったりイニエスタ、この辺が一番使いたいスペースなんですよね。なんで、ここですね、カゼミーロがいくらコンディションが悪くてもですね、僕、バルセロナファンの目線としましては、カゼミロがいる状況っていうのはめちゃくちゃ嫌ですね。このカゼミロがいるかどうかによってですね、確かにコバチッチ、モドリッチのコンビってはいいんですけど、ここですね、やっぱりどうしてもちょっとね、スペース空きがちになって、そこをバスケスが埋めてくれたりするんですね。ただ、これがですね、やっぱりカゼミロがいると、そこのスペース空きがちなところのですね、時間だったりですとか瞬間とかすごく減ってきますので、そういったところで今回バルサのホームですし、守備的に来るんじゃないかという予想もあります。あとですね、この、コバチッチ、モドリッチのダブルボランチに比べて、カゼミロがいると、センターバックの、カバーリングですね、サイドバックが突破されたりですとか、上がった時にそのスペースを突かれた時に、セルヒオ・ラモスだったり、今回バラン、ペペ、どっち入るかわかりませんけど、これが流れた場合にですね、そこをスムーズにカバーリングして、なおかつですね、中の空中戦でも負けないのが、カゼミロっていう存在なんです。そうなってくると、やっぱりカゼミロがですね、いることによってセットプレーだったり、センターバックがサイドに流れた時、もしくはですね、センターバックが、サイドに流れないようにカゼミロが出てったりですとか、こういったところで守備の面ですごく重要な存在になりますので、クラシコっていうですね、このバルセロナのような、バイタルエリアを使ってくるのがうまいチームだったり、その、サイドの空いたスペースを使ってくるのがうまいチームの場合ですね、カゼミロって存在はより重要になると思いますので、ジダン監督もね、それを気づいているような、采配これまでしてきてますし、カゼミロっていう存在は、ジダン監督の、レアル・マドリードの中ではすごくですね、戦術上重要なキープレイヤーですので、この間の試合90分使って、そこまで良くなかったとしても、ピッチ上に絶対いさせたい選手の一人だと思って、ここに入れさせていただきました。そしてですね、今度、試合の中のキープレイヤーの話をしていきましょう。バルセロナの場合は、やはりイニエスタだと思います。このイニエスタ、フルで出れるのか、途中から出てくるのかわからないんですけれども、やはりイニエスタがいるといないとでですね、もうチームのもう総合力、クオリティがもう全然違いますね。あとですね、ブスケツがやっぱりイニエスタがいる時といない時で、ゲームメイクの時のボールの逃がしどころって言いますか、ブスケツがボールを持って前を向いた時にですね、出しどころがなかったりですとか、そこのコーチングの問題とかもあるのか、連携面とかで結構狙いどころにされちゃう時がありますので、ただイニエスタがいてピケがいる状況ですと、やっぱりブスケツっていうのは結構ですね、そこ安定感増しますので、やっぱりですね、イニエスタの存在っていうのはブスケツのそのゲームメイクの時もすごく重要な部分を担ってると思います。またですね、イニエスタがこの左のハーフにいないと、ネイマールが入ってきてですね、ここでですね、ゲームメイクの役割も担うようになる瞬間がありますので、ここですね、イニエスタが入ると、ネイマールをですね、この攻撃っていうか、こう仕掛ける存在としてね、ドリブルで仕掛けたりとか、そういうね、アタッカーとしての存在として集中させてあげれるなっていう部分もあります。まあ、あげたらきりないんですけど、イニエスタがいるといないとで、こういったところでイニエスタが、最初から出てくるのか、途中からになるのか、もしくは出ないのか、これかなりですね、バルセロナの結果変わってくると思いますし、ね、イニエスタが出ないとしたら、ここにアンドレ・ゴメスが入って、右、ラキティッチになると思うんですけれども、まあ、そうなった時のですね、アンドレ・ゴメスのクオリティ、バルセロナに入ったシーズンってどうしても新加入選手って苦しむんですけれども、かなりですね、頑張ってくれてますので、ね、こういったところでアンドレ・ゴメス、まあ、頑張ってもらいまして、途中からイニエスタが入って、ラキティッチの代わりに、右デニス・スアレスとかが出てきて、前線どんどん飛び出して、MSN をですね、楽にさせてあげる、交代なんかも見れるんじゃないかなっていうふうに思います。そしてですね、マルセロですね。なぜマルセロにしたかと言いますと、マルセロやっぱり試合中の中で、与えられる役割多いと思います。メッシがサイドに出てきた場合、中に入った場合のマークの受け渡しだったり、1対1の対応だったりですとか、あとですね、攻撃面でも、クリロナがですね、左から中に入っていくと、セルジ・ロベルトが中に絞りますので、そうなった時のオーバーラップですね。おそらくラキティッチとかが、守備の時にはバルセロナ 4-4 になってついていくんですけれども、切り替えの瞬間にですね、ラキティッチがついていけなかったりですとか、そういった時にどうしてもこのマルセロのね、場所っていうのは空きますので、そこから高い質のクロスを入れたりですとか、ドリブルで仕掛けたりですとか、ね、中のコバチッチなのかイスコなのか、どっちなのかわかりませんけれども、ミッドフィルダーとの連携だったり、クリロナとの連携だったり、あとクリロナがね、守備を、まあ、クラシコなんでするとは思いますけれども、そんな組織だった守備はできないと思いますので、かなりですね、攻守において、すごく重要なプレイヤーになると思います。このマルセロの出来でですね、レアル・マドリードの得点率っていうのはかなり変わってくると思いますので、この辺ですね、注目だと思います。といったわけで、今回のですね、クラシコのマッチプレビューいかがだったでしょうか。実際にですね、一足先に僕が、ゲームでクラシコをプレイしてみまして、どういった結果になるのかみたいなのもですね、やっていまして、こちらのもっと見るの方にね、リンクも貼っておりますので、ゲームの方も見てみたいよって方はそちらの方飛んでいただけたら嬉しいです。といったわけで、レオザフットボールでした。明日はですね、チェルシー対シティ戦とクラシコのツイキャスどっちもですね、僕が見ながら喋ってるだけですけども、こちらのツイッターアカウントに URL を載せまして、そちらに飛んできていただけましたら、試合のね、開始時間15分前ぐらいから、やっていますので、そちらも一緒に楽しんでくださったら嬉しいです。明日もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも、レオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は、下のもっと見るから、ぜひ